今西出人は、日本の国土交通機関。国土交通省北海道開発局長兼、北海道経済連合会参与を経て、北海道大学大学院工学研究院特任、教授。北海道出身。1982年北海道、大学工学部土木工学科卒業。1984年北海道大学大学院。 工学研究科土木工学専攻修了、北海道開発庁入庁。1998年北海道開発局、石狩川開発建設部千歳川放水路、建設事務所長。2000年北海道開発局建設部河川、管理課河川情報管理官。2001年国土交通省北海道開発局、建設部河川管理課河川情報管理官。 2002年国土交通省北海道開発局建設部河川計画課河川企画館2004年国土交通省北海道局水政課企画館2006年国土交通省北海道開発局石狩川開発建設部次長2008年国土交通省北海道開発局建設部河川管理課長2009年国土交通省東北地方整備局 岩手河川国道事務所長。2012年国土交通省北海道局水政課長。2013年国土交通省北海道開発局開発管理部次長。2015年国土交通省北海道開発局事業振興部長。2016年国土交通省北海道開発局長。北海道経済連合会参与。2017年度コモン。 2018年北海道大学大学院、工学研究院環境フィールド工学部門地域、防災学分野特任教授、ありがとうございます。